はいどうも、つけ麺ズーイッソそれだあぶちゃん、はい、はい、またまた来ました。はい、スタバの新商品、イエーイ。今回はバレンタインです。おー、そっか、バレンタインか。はい、カスタマニア、カスタマニア、はい、カスタマニアバレンタインカスタマニアフラペチーノっていうのがあるんですよ、もう。なるほどね。それが新商品、それにおのおのカスタマイズをして楽しむっていう商品です。なるほどね。はい、普通のカスタマニアフラペチーノはチョコレート風味とビスケットの食感が楽しめるフラペチーノになってます。おお、それにですね、もっとビターに香ばしくコーヒーカスタマニア、おお、可愛くフォトジェニックにロマンティックカスタマニア、イエーイザクザク楽しい食感アップチョコカスタマニアで、置いてあるシナモンシュガーとか蜂蜜とかを足してまた自分好みにもっともっとできるよっていう商品でございます。コンセプトね、楽しいですね、こういうのも。めっちゃ楽しいやんな。はい、で、こっちがつけ麺ズ、じゃあ、食臭、はい、食臭、食臭か、食臭、食臭、乾杯する。はい、じゃあ何に乾杯。バレンタインに、バレンタイン期待次第ですけど、乾杯。いただきます。おお、あ、すごい美味しい。ビター、あ、甘い。こう中にサクサク、うん、入ってるね、チョコね、チョコ入ってるね、ビスケットとか。あ、これめっちゃうまい。美味しいな。うん、今まで飲んだ新商品の中で俺一番好き。へえ、ごま超えました。うん、これ美味しいな。チョコレートソースみたいに入ってるのかな。入ってますね。メレンゲがいいアクセントになって美味しいわ。ちょっと買い替えしてみる。はい、チョコレート、チョコレートしますよ。めちゃくちゃ飲みましたね。ああ、チョコレートっぽいわ、より。ああ、美味しい。メレンゲがサクサクしてていいっすね。メレンゲサクサクしてるの。はい、あ、さっぱり。うん、めっちゃこれさっぱりしてる。これすごい、ほろ苦い。うん、なんかめちゃくちゃ変わるかって言ったらそんなに変わらないな。うん、うちのリーダーはすごい味音痴、うん、はいはいはい、僕一番味音痴ですね。でこれじゃあさ、何飲んだか当ててね。渡されたやつ飲んで、これどれどれやる。はい、そうそうそう、外したらビンタで。分かった分かった。これ外したらほんまに味音痴やと思う。そうそうそうそ う, そ う, そう。はい、じゃあカモ、これはさすがに分かるよ。じゃあこれで、これね、ます。はい、いただきます。コーヒーということで、この動画が面白いと思ったらグッドボタンお願いします。お願いします。チャンネル登録はこちら。ロマンティック、おお、え、あの、どうぞ。いいです。おお。